じゃーん、響さん、谷上に来ました、ね、今元運転士タレントなんですね。はい、そうです。元運転士ナレーターではなくて元運転士タレントの響さんです。大好きな新鉄です、ね、神戸市交通局神戸電鉄の共同使用駅の谷上駅です。はい、で響さん、ね、今日も車の中でお聞きしたんですけど、神戸電鉄好きなんですね。結構好きですね。今日も本当はね新鉄乗りたかったんですけど、ね、ちょっと時間的になくて、はい、でもせっかくなんで谷上駅行こうよということで、はい、行きましょう。あ、神戸電鉄かな、ね、中継は乗っかないんですよね。あ、なるほど。新鉄のあのウルトラマン列車とか知ってます？あれは乗りました。あ、乗った。あれがかっこいいんですよ、非常電車。はいはいはい。で、1、2、3で。もうそう、目線がちゃうんですよ。運転士目線なんですよね。見てください、このしんちゃんも。めちゃくちゃ可愛い。あ、いえいえ、そんな、見てくださいね。しんちゃん好きですか？やっぱ可愛いですよね。これあの、お声、YouTube 上げても大丈夫ですか？声、はい、声は大丈夫です。かわいいね。この仮面なんやったっけ、なんか。これあの福岡のおせんべいの。あ、なるほど。何でしたっけ、名前忘れちゃいましたけど。これあの落書きじゃないですよね。しんちゃん哲くんの。これ何ですか。ね。お正月だから。お正月やからね。はい。雪に乗ってて。この帽子もちゃんと作れるやつですよ。ああ、本当だ。ね、これ神戸電鉄のグッズですね。カレンダーも。それと関西のね。はいはい。いいですね、この駅もね。セブンイレブン。あ、販売の先も書いてんの？あ、ほんまや。セブンイレブンで発売中と書いてらっしゃいます。ということで入場券買って入りましょうか。ね、これ新しい運賃表ですね。はい。これ我々客すいません失礼しました。入場券を買って、しかもこれピントが合ってないという、ね、合わせられる片手なんで。あ、さすがですね。ありがとうございます。じゃあ響さん入りましょうよ。はい、はい、はい、響さん見た、わかります、ほら右、そう、はい、行きましょうよ。これがフォトスポット。ああ、高城さん元気してんの？ああ、映していいか？おお、高ちゃん。バカ。いや、ほんま久しぶりやな。な、手厚きでもね。あ、ちょっと映ったの。あ、そう。なもうええつね。いやっていうか、な、3年ぶりぐらいちゃうのか、3年ぶりぐらい。いや、元気してんの、ほんまに。元気してもん、デネブさんと一緒に仕事してます、ね。いや、そうやね、あの、一緒、何や。いや、最高や。じゃあね、めちゃくちゃ彼がいろんなもん作ってくれて。あ、そうなんだ。彼ね、ほんまに北進急行の車両を作ってくれたりしてね。ダンボールでな。ダンボールで、デネブさんと一緒にやってます。フェスティバルで、ね、実際それを飾ったりとかして。っていうか、え、ごめん、今、駅におんの？知らんかったわ。戻ってきたんです。ほんま、いつから？ 8 月。じゃあ今で4ヶ月？ 4 ヶ月。神戸電鉄の社員なんですね。そうなんですか。高城さんの決め文句があって、何でしたっけ？物販は買って、はい、帰りの切符だけ残してください。そうそう、帰りの切符の電車賃だけ残して、あとは山ほど買いなさいみたいな。もうね、これが受けて受けて全然嫌われないね、彼。皆様まあ、だって帰りだけ、受けだけ、行かないだけ、お任せください。並んでる方とか、そう、でもね、でも彼のおかげでほんまによう売れたやから、もういらんのに2、3個何も。いや、ほんでね、いろんなグッズも作ってくれたりして、あのグッズっていうかね、何だっけ、あの宣伝のね、あのそう、神戸電鉄に乗ってください。神戸市交通局に乗ってもいいやんな、もちろん。電車で来てくださいね。はい、電車でお越しください。はい、ありがとうございます。お待ちしております。はい、これですよ、響さん。これはメグさんですね。はい、ぜひあの写真撮ってツイートしてされるといいと思います。なるほど。谷上駅に、元運転士タレント
響ジョーさんが来られています。皆さんね、響チャンネルもチャンネル登録をよろしくお願いします。響さん知ってます？あの広電のね、鉄道娘で高野美幸さんっていうのがある、はい、で今この神戸市交通局の北上清子ちゃんと並んでるという。なるほど。これあれですよ、あの神戸市交通局の車掌。そうなんです。北新急行のロゴだったのに。そうなんですよね。ノリノリスも神戸市交通局の帽子をかぶってる。でこれが北上往来君って言いまして、そう、あのお兄ちゃんなんですよ、清子ちゃんの。なるほど。はい。広電とのコラボヘッドマーク確かもう終わったと思うんですよね。どういう経緯でこうなったんですか？いや、あのあれなんですよ、神戸市電を広島電鉄に移籍して50年です。だから広電移籍50周年。だからあれですよ、あの神戸市の久本市長も先日あの広電に視察に行かれて。あ、そうなんですね。いや、これでも素晴らしいコラボやと思いますよ。あの神戸市交通局とか神戸市電のファンがこぞって広電写真撮りに行って、逆に広島のファンがそのヘッドマークつけてるっていうことで、あるいはこの後行く谷上駅の近くのコーヒー屋さんでグッズ販売もしてるんで。ちなみにこっちも行きません？電車見ますか？電車。そう、これも笑えへん。ほら、電車の座席なんですよ。すごない？だからここみんな座った手で写真撮るんですよ。そう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 、あ、座ってみて。あ、そうそうそう、あ、いい、バッチシ、素晴らしいです。そう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 。でね、この広告もたまに変わるんですよ。窓で今ね、あの駅メモとコラボしてて、この知ってます、このキャラクター、駒ヶ林式根ちゃんと駒ヶ林駅ってなるんですよ、はい、海岸線に、はい、こっちの方です、ね、あ、そうそうそう、ここ、はい、で実はね、式根ちゃんの下の名前の式根の由来が私も分かんないですよ。でね、これも何説か説があって、はい、その海岸線って、駅のメロディーやったかな、それが全部駅ごとに違うもんやったかな、これ間違えてたらごめんなさいね。だから調べてください。そう、いろんな音って意味で式根、ねっていうの 音です、ね、音の色じゃないかという。あ、ちなみに電車来ましたよ。電車来ましょう、見に行きましょう。あ、ちょうど入ってきた。何が来るやろ。おお、神戸市交通局の2000系や。響さんがどうやって撮ろうかなということで悩んでおられます。向こうに神戸電鉄着きますね。あっち行きましょうか。まだ来ないかな。ここね、見晴らしいでしょ。で、ちょっと晩夜から見に行くんですけど、あそこはね、めちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。そうでね、私はここをカフェにしたいなって昔思ってね。この辺をね、結構な大きなスペースあるでしょ。このメロディーがまた新鉄来たって感じですね。新鉄ファンの響さんとしての響くんです。何年ぶりだろう聞いたの。あ、先頭車両があそこですわ。あそこに止まらないですね。もうちょっと前行きますか。そうですね。あ、5000。神戸電鉄準急三大駅ですね。正午に向いた。これ絶対見晴らしいでしょ。本当にね、やってまいりました。響さんとコーヒー屋さんです。あの神戸市交通局のグッズはこちらにあります。カレンダー持ってんねや、はい、勝手にやってる、はい、コーヒー屋さんね、今年1年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。あの来年もどうぞよろしくお願いします。こっちがアメリカ。はい、ありがとうございます。
私は冬でもアイスコーヒー。ありがとうございます。これがね、名物卵サンドなんですよ。そう、はい、名物コーヒーが名物。あ、そうか、ごめんなさい、怒られちゃった。コーヒー屋さんですから、コーヒーが名物です。はい、何をおっしゃいますやら、神戸市交通局とね、こんなコラボしてる、こういうカフェなかなかないでしょ、関東なんかも。あ、遅かったです。あー、で、それ私と一緒ですよ。そんなもんです、うん、そんなもんです。じゃあ店長、最後あの新年に向けてメッセージをお願いします。あ、ていうかこれアップするのは年明けなんで、はい、あ、ね、今年も今回の27で3年経ちました。あ、そうか、12月27で丸3年。そう、僕も昨日お客さんに言われてしまどんなんや。いや、でもおめでとうございます。ということはもう今4年目突入ということなんですね。長くコロナで。あ、そうですね、大変なんですよ。でもいや、本当にそれも店長のおかげですよ、本当に。はい。かわいいでしょ。はい、ということで皆さんね、コーヒー屋もよろしくお願いします。ありがとうございます。